ハノイラオ海線は、ベトナム社会主義共和国の首都ハノイと、ラオ海省の省とラオ海を結ぶベトナム鉄道の路線である。中華人民共和国との間の国際列車も運行されていた。ハノイ市から、ビンフック省、フート省、イエンバイ省を経て、ラオ海省に至る。フランス領インドシナ時代の1903年に着工され、1906年に完成した。当時は、 中国雲南省昆明市とハイフォン市を結ぶ、天越線の一部であった。ハノイ駅からザーラム駅を経て、イエンビエン駅までの区間は、ハノイドンだ線と線路を共用している。国境駅であるラオカイ駅と、中国側の昆川線川口駅の間は、中越川口鉄路大橋によって接続している。地形の関係で総延長2 9 6キロメートルの、 うち1 1 1キロメートルは曲線区間であることから、ベトナムの幹線鉄道の中で最も規格が低い。2008年初頭にベトナム交通運輸部が2012年までに路線改良を行うことを決定した。相当主額は約1.6億米ドルであり、そのうち1.39億米ドルは ODA の借款残りの2100万米ドルはベトナム政府の負担である。 合計71カ所の大型橋梁、駅、貨物駅の改築に加え、曲線区間の改良も行われる。ありがとうございます。